アフシャール朝はイランの王朝、首都はマシュハドでナーディル・クリー・ベグによって建てられた。ナーディル・クリー・ベグはサファビー朝のアパース三世の摂政としてホータキー朝やオスマン朝を破って旧サファビー朝が失った領土のほとんどを回復し一時ペルシアの覇権を握った。1736年にサファビー朝のアパース三世を退位させ ナーディルシャーとして即位した。ナーディルシャーはバルーチスターンへ侵攻し、カルホラを占領した。晩年になるとナーディルは息子を盲目にしたり、老いの息子ら親族を大量に殺したり、市民や役人を殺戮したりした。この反動により、1747年に部下の兵士らによって暗殺された。ナーディルの死後、後を継いだのは暗殺に一枚噛んでいたとされるアーディルシャーであった。 彼は、ナーディールの直系親族を一部を例外として、殺戮したが、弟のイブラーヒームに背かれて敗された。だが、イブラーヒームも有力者の支持を得られず、すぐに敗された。二人に代わって擁立されたのが、ナーディールの着尊であるシャールフである。しかし1750年、シャールフは有力者によって退位させられ、サファビー朝の末裔とされる、スライマーン2世が、 区靴として即位した。しかしすぐに亡き祖父、ナーディルの旧神羅が反乱を起こして、シャールフは復位した。以後のシャールフは有力者の区靴として利用された。そして1796年に、アーガー・モハンマドシャーがマシュハドを占領することで、アフシャール・アサは滅亡し、カージャール朝にとって変わられた。ナーディル・シャーディル、シャイブラーヒーム・シャールフ・スライマーン2世、シャールフ。 ありがとうございます。